ハイブリコちゃんのおもちゃ鑑定、第2弾始まります。はい、どうぞ。何が来るかな。何だろう、音がする。何の音、何の、何、あ、来た来た来た。これはこれはいい音。これは何ですか。これはリトルカブです。あ、カブ、もうすごい聞き慣れちゃった。カブ、あ、スーパーカブではなくカブ、リトルカブ。あ、リトルカブ、ちっちゃい。へえ、どこが。タイヤがちっちゃい。あ、タイヤがちっちゃいんですね。さっきのより全然ちっちゃいんです。はあ、気づかなかった。へえ、あ、やっぱりカブちゃん常にここがあるんですね。やっぱりあるんですね。ここ、ここはもう外せないカブですね。そうです。はあ、挟まるようになってます。卵はダメですよ。あ、びっくりした。お返事してくれました。卵はダメ、ここね。はーい、タイヤがちっちゃいってことは小回りが効きますね。あの、郵便屋さんの乗ってる株もみんな。ああ、なるほど、狭い道いっぱいありますもんね。はい、安い。これならね、私有地もどんどん入っちゃうみたいな。そうそう、指輪さん、しょうがないですもんね。しょうがないんです、指輪さん。不審者ではありません。そうそうそう。へえ、そうなんだ。リトルカブ、あ、ここに書いてありましたね。いろんな、カブにもいろんな、あ、あるんですね。これはじゃあタイヤが小さいってところが、そうです。おすすめなんですね。へえ。あとは、あとはパンダのシールとか。あ、シール、うん、あ、本当です。あ、ゆっくり走ろう飯綱町。そうですね、うん、まあゆっくり走りたいですね。そうですね、え、人生もやっぱりゆっくり、うん、確実に小さなタイヤでも、はい、少しずつでも前に進めたらいいなと思います。はい、はい。ごめんなさい、パンダのシール全然関係なかった。ごめんなさい、カメラに映るんだよね。あ、本当ですよね。そうですよね、パンダのシールはここにあります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、第2弾びっくりする。第2弾も、カブちゃんがやってきました。第、次も、次は何かな。まだまだありますね。あー、来ました。これは、これは株ではありません。ね、スーパー株。あ、スーパー株。へー、これも株なんですね。スーパーな株ですね。へー、まあ、株、株って幅広いんですね。もともとさっきのこの改造したんです。あ、改造したんですね。はい、ああ、ど、あ、あれ、大事なところが変えられ、ここは会社です。あの、カブちゃんの、あの、ダサ部分がなくなっちゃった。あ、そっか、でも株、株ってもんね。はい、すごい会社、あ、キラキラしてます。仮面ライダーみたいな、なんか。ええ、そうだ、虹色ですね。はあ、本当だ。あ、この辺が赤と青でなんか、うん、なんだろう、スパイダーマンみたいで、そう、あ、ブリッコちゃんっぽい。ああ、そうですね、青が、はい、ありがとうございます、嬉しいです。本当だ。なんかあれですね、なんか、あの、中身丸見えなんです、うん、ね。え、ちょっと恥ずかしいみたいな。見えちゃってます。恥ずかしいみたいな。あ、しょうがないですね。これが、まあ、かっこよさってことで、あの、自分も、もう、見てくれっていうね、あの、そうですよね。これが俺だっていう感じで。
いいバイクでございます。はい、故障したらすぐ分かりますしね。そうですね、ここ途切れちゃったんかね、え、なんか汁出てるよとかね、え、なんかなんかなんだろううんそれね、ね、うん、そう、そういう時すぐ分かりますもんねへえ、これはね、あのバックミラー片方だけでいいんですか。そうです、あ、いいんですか。メーターも綺麗。おお、本当だ。おお、ちょっと意外に音小さかった。意外な、なんか意外でした。あ、本当だ、かっこいい。これはもう夜乗るべきですね。うん。うん、綺麗ですもんね。はい、ええー、ちょっと眩しいですかね、反射しちゃってね。あ、うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫です。はい、反射してます。はい。へえー、これはかっこいいです。これは何ですか。これブレーキのタンクのオイルのタンク。はあ。ブレーキに交換してあります。ええ、ふん。ここでいいんですか、ここで。はい、ここでいいです。あ、はあ。なんかちょっと、あ、そこ、あ、本当だ。本当だ、もうあれかと思ったらチャリンチャリンこう自転車のなんか、ええ、ベルみたい。ええ。はい、あ、ここで鳴るんですか。え、何今。ここ。どこですか。ど、あ、あ、もういいや、いいです、大丈夫です、ありがとうございますすいません、ありがとうございます、いっぱい教えてもらってありがとうございます。いいバイクです、はい、いいおもちゃです、はいありがとうございます。もうこれであれですか。まだまだまだちゃんとしたやつやっていいですか。Thank you.